ぞ皆さん、我が添乗員のプライベートビーチへ。え、話を聞きなさい。誰のおかげでこんな素晴らしいところへ来られたと思ってますの。招待してくださったサク様に感謝の言葉を。存分に遊んでくださいませ。いやー、リト、ここは楽園ですな。ララちゃんのスタイルもいいけど、サイレンジの太もももなかなか。怖い！君たち、海に来てそういうことしか頭にないのか。誰？レンだよ、レン！ちょっとレン、せっかくリト君が目の前にいるのに、さっさと私と変わりなさいよ。うるさい！今は僕の番なんだから、おとなしく眠ってろ。なんだ？ちょっと、ゆうきくん、オイル塗ってくれない？ミカド先生、あなた純情すぎるようだからちょっと鍛えないとね。まずはスキンシップの練習。スキンシップ？怖がらなくても大丈夫よ、おしずちゃん。わかりました。うっ、うわっ、体が勝手に、あいやいやいや、ダメ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 、さあ、早く念力集中。羨ましい、かまれりこちゃん、その右手になりたいよ。やめなさい村雨さん。まったく、いくら帝先生の助手だから念力が乱れちゃいました。あら、ペットン、あ、まあペタンコで悪かったな。そんなこと言ってね。皆さん、この辺りでスイカ割りなどいかがかしら。わー、楽しそう。この日のために特訓した私のスイカ割りの実力、見せてあげてよ。スイカクイーンはこの辺り。ユーキリト、何やってんの？相変わらずエッチい人ですね。まったく、せっかくの高級スイカが台無しですわ。ママのせいですよ。ええー、あ、そうだ、ママ、スイカ持ってる？はあ、ん？ママはね、宇宙のいろんな植物や木の実を収集して保管してるの。ウリ製の食用スイカがありましたわ、お姉様。するのっていうか、本当にスイカなの？ご心配なく、食用なのでおとなしいですよ。みかん、スイカ割りとは何ですか？ああ、大丈夫かな、なんか怖い。つかまずそう。うん、まずそうだよね。見かけがすごいほど味が大したことないのは常識でしてよ。まして、お化けスイカの分際でプライドだなんて生意気ですわ。いやー、スイカさん落ち着いて。
暴れるなら僕が相手だ。ベンちゃんララちゃんに男らしいところを見せるチャンス、叩き割ってやる。くらえ、ヒッター、サイクロンスプレーだ。ベンちゃん、大丈夫かい？やっと会えた、リト君。リト君です。リト、離しなさいよ。こら、時間を離しなさい。持って理解させるしかないのかしら。やめろ、ララを離せ。ララ大丈夫か。この早くララを離せ。ゆっくり、危ないわ、離れなさい。これでいいんですか、スイカ割りという遊びは。気配を頼りに切るのは違うかな。おいしいですね、このスイカ。あら、ほんとね。よかった、これでスイカさんも報われます。ごめんなさいね、お騒がせして。皆さんもいかがですか。結構です。はあ、やれやれ。ララ様、どうかしましたか。なんでもない。ところで猿山は。何でもこの点数はねえな。このままじゃ。え、ゆうきくんってそんなに頭悪かったの。ごめんなさい、私バカな人嫌いなの。あー、やべえ、明日再テストだぞ。どうすんだよ俺、どうすんの。とにかく勉強しないとな。ここは気合を入れて。いつまで見てるんですか。ねえ、それは。返します。今鼻で笑ったよね。勉強、人に教わるなり努力した方がいいのでは。この星では学力がものを言うのでしょう。ちょうど身近に適任者がいるじゃないですか。ララが、あいつこんなに頭良かったっけ。何を今さら。ララ様は銀河でも知られた天才的頭脳の持ち主ですよ。過去にはララ様の頭脳を兵器開発に利用しようと考えた輩もいるくらいで。でも、ずいぶん前にララに成績聞いた時は。それは、ララ様が地球の文字を覚えていなかった頃でしょう。
問題が読めなかったってことか。ま、その頭脳を主にいたずら目的の発明品にしか使わないのがたまに傷ですが。さっぱりしたよ、リト。タオルで出てくるの。いいじゃない、裸じゃないんだし。何？勉強してるの？ああ、でもさっぱりわかんなくてさ。どれどれ？ああ、この問題はね。どうしたの？教えてくれるのはいいんだけど、その格好なんとかしてくれ。じゃあペケ。え？ああ、はい。勉強だか知らないけど。動かないだー！チクショー！覚えたこと全部飛んじまった！うるさい！私が思うに、ララチーはもっと恋愛のことを知るべきなのね。恋愛を知る？確かにそうかも。私、どうやってリトにアピールしていいかわかんないし。そこで、今日はララチーにいいもの貸してあげるね。イエーイ！今流行りの恋愛ハウトゥー本、これを参考に勇気を落とすのよ。これで、リト？難しそうだけど、頑張るしかないよね。まずは、彼をデートに誘いましょう。ただし、はっきりデートというのはダメ。さりげなく切り出すのがコツよ。なるほど。よし！リト！どうした、アロラ？今日の帰りね。ちょっとその寄り道しない？別にいいけど。やったー、大成功。何か用事でもあるのか？ちょっとね。よーし、今日は頑張ってリトにアピールするぞ。大丈夫ですかね？マジカル強子だ。おい、用があるならさっさと行こうぜ。恥じらいを持って会話すると好感度アップ。恥じらい、よし。ねえリト。今日も学校楽しかったね。
ああ、そうだな。あれ、効果なし。私の言い方が悪かったのかな。恋には押しと引きが重要よ。なるほど、そうだったのね。よーし。女になりきることも大事。例えば不思議ちゃん系、私まるまる正義なんですとか。よし、リト、なんだよ。じゃあさて、ダメだった先生なの。知ってる。不思議ちゃんはリトのタイプじゃないみたい。他には。あらら、今日のお前なんか変じゃねえか。勘違いしないで。私リトのことなんか好きでもなんでもないんだから。ララ、今日のララ振り回されてクタクタだぜ。いろいろ頑張ったけど結局失敗しちゃった。なんでかな。どうしたララ。いつもの時間に待ち合わせて
私の出番ですわね。